どうもお疲れさですナミさんあのこのファンクルねファンクル私10年ぐらい使ってるんですけども最近ねやらなくなっちゃったんですよねでもこうやってねナミさんが紹介してくださるとちょっとやってみにゃいけんなっていう気もまたなってきてそうですねこの前使ったのは2年ほど前に焼肉屋に行った時かなっていうところなんですけども私の土地ではねファンクル使える店も少ないんですけどもなんか潰れちゃったんですよねうんその店が、うん、で今調べたら新しくできたラーメン屋一膳っていうラーメン屋さんがそれ なん1,000円限限で使ってるみたいなんで「あーしまったこの前この店行ったじゃないか」みたいな感じになっちゃったんですけどもまたファンクルもね使ってみようかなと思います私結構ねファンクルもねマックスポジションなんですよもうこれ以上はないみたいなねうんこれなかなかいいですよ本当に広島市内にいる時はね結構使わせてもらったんですけどもそれこそなんか日々使ってたよなみたいな感じだったんですけどねやっぱり店舗数の多いところってのはこれ有利だなっていうのもありますけどもあとはね飲食店じゃなくてもその通販とか にも今広がってたりしますからねだからファンクルってのは外食してポイントバックだけじゃなくて他の分野もあるんで使い込んでいくと結構使えるなということでございました。紹介の方ありがとうございます